どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日は1ヶ月にどれだけ僕はお金を使っているのかについてお話しさせていただきたいなっていうふうに思っております。めっちゃ飛ぶな、ヘリコプター。飛行機だけどね、これ。飛行機か。てか、なんでお金の話なのにここにしたの？入るやろ。いや、入るけどさ、もう今日36度とかあるんだよ。動画の最初から汗だく。僕毎日マネーフォワードっていうアプリで自分がいくら使ったかっていうのを家計簿につけてるんですけど、ちょっと7月はサボっちゃったので、一番最近の6月分いくら使ったかっていうのをお話したいなっていう気持ち。ちなみに経費として使ってるのもちょっと入ってるから、本当に自分の個人として使ってる金額よりちょっとかさ増しされてるっていうのを前提として聞いていただけたらなっていうふうに思っています。結論として6月はいくら使ったかっていうと、合計で34万2239円使いました。意外と多いよね。あ、多いね。大学3年生の使う金額じゃないよね。確かにね。内訳なんですけど、僕もなんか毎日つけてはいるけど見直してなかったんで、ちょっと意外とびっくりしたんですけど、ちょっと内訳を話していきますね。家賃は10万円なんですよね。今住んでるところが結構立地がいいから 1K で7畳なんですけど、家賃10万するんですよね。それがまず10万です。で、他の出費としては、最近本とかをまとめ買いすることがあるんですよね。そういった雑誌とかに2万円使いました。日用品ですね。トイレットペーパーとか、電球とか、ティッシュペーパーとか、細々したやつに8910円かかりました。電気代と水道代が合わせて1万円ですね。6月は、コロナとかもあってリモート授業だったので、交通費がかからなかったんですよね。細々した移動だけだったので、月交通費が6000円でした。大学が再開して、新幹線で通わなきゃいけなくなったらもうちょっと高くなると思います。往復28000円かかるから、まあ毎週通うとしても、プラス12万ぐらいになるので、リモート授業ありがたいなっていうふうに思ってます。趣味娯楽に8000円かけてました。日本で一番豪華なアパホテルって知ってる？横浜のやつなんですよ。あ、そう、幕張のやつ。幕張に日本一豪華なアパホテルっていうのがあるんですけど、プールとか大浴場とかもついてて、なんか東京プリンスホテルっていうホテルを改装したみたいな豪華なアパホテルがあるんですけど、6月はアパホテルはなんか2500円、全店2500円のキャンペーンをやってて、小旅行をしたんですよね。1泊2500円で泊まれるからって言って、関東圏内の移動にはなるんですけど、そこで一人旅をして8000円ぐらい使いました。特別な支出として3万2000円使ってますね。はい、特別な支出っていうのは2万2000円が携帯代で、Mac の充電器1万で買ったので、合計3万2000円ですね。待って、Mac の充電器なくしたの？そう、なくした。マジで言ってるの？月1ペースでなくしてるんだよね。まあ、直らないよね、あんまり。いや、直してほしいんだけどね。だってマジで無駄じゃん。なんで充電するための機械なくして1万払うの？そうだね。でも財布は GPS つけるようになったから、落としても大丈夫になった。落とさない努力をしてほしいけどね。そう。で、携帯がなぜか2万2000円ぐらい来たんだよね、電気が。負け放題みたいに入った方がいいなとは思ってます。え、今楽天モバイルじゃないの？あ、買える前、6月の。あ、買える前ってどこだ？そう、楽天モバイルだけど、今のソフトバンクも使ってるから。やばいじゃん。あ、やばい。楽天モバイル無料だから。そうか、そうか。で、他に細々としたものとしては、健康美容に3000円使ってますね。美容っていうワードの相性の悪さすごいな。そう、やっぱ歯は大事だから、2ヶ月に1回ぐらい歯医者に行ってます。それで3000円ぐらい使いました。2番目に大きい支出なんですけど、何に使ってるかっていうと、交際費でした。いくらかっていうと、8万2500円。意外と行きましたね。交際費の中、来たところ、6月母親の誕生日だったんですよね。それに、6万3500円使ってた。石川県にある、加賀屋っていう温泉があるんですよね。それを、プレゼントしたんですよね。それで、6万3000円かかりました。一泊で？あ、そう、お父さんとお母さんが。あ、一人3万で。そうそうそう。高っ。なんか GoTo キャンペーンとかで、石川県独自で県内で安く行けるやつみたいなキャンペーンがあって、あ、安く行けるんならって言って買ったんだけど、結果的に変わらなかった。まあちょっと社員への旅行還元も待ってます。いや、そうだね。みんなで行きたくない？いや、俺一人でいいや。っていうのが、まあ、交際費。だから、会食とかは正直その自粛期間っていうのもあって、ほとんど使ってないですね。で、最後、一番割合が多い出費なんですけど、食費ですね。食費の金額が88,721円でした。待って、意外と高いよね。食費8万？まあ自炊しないっていうのもあるかもしれないね。毎日外食？マイバスケット、スーパー行ってるよ。え、それは何？弁当とか買ってるってこと？あ、弁当だね、ほとんど。なんか密着の動画の時自分で作ってるかも前面に出しましたけど、あれは嘘だったってことですか？あ、作る時もある。ああ、なるほど。あれ動画用ってこと？そう、月に1回ぐらい。で、まあ内訳見るとカフェがほとんどなんですよね、8割ぐらい。最近ルノワールっていうカフェにハマってるんですけど、そこは1杯あたり、まあ、700円とかするんですよね、コーヒーが。だけどめっちゃ集中できるっていうのがあるので、多い時ではまあ2、3回行ったりするから、それで食費がかさんだっていう感じですね。ルノワールいいよね、打ち合わせとかで。そもそも長時間いてくださいみたいな設計だもんね。電源それぞれついてるし、Wi-Fi あるし。そう、ルノワールが何がいいかっていうと、席と席がソーシャルディスタンス空いてるんですよね。ソファーみたいな椅子なので、めっちゃ長居できるんですよね。で、ほとんどの席にコンセントと Wi-Fi あるから、作業する人にとってはすごくおすすめです。俺らいつも会議ルノワールだから、ね。うん。皆さんもぜひ来てください。いや、ルノワールはめっちゃいいです。どこかしらのルノワールに我々はいます。うん。金沢大学の近くにイオンがあるんですけど、金沢に住んでた時はそのイオンで8時になったら半額になるんですよね、大体のお弁当とかが。で、その半額の時間を見越して200円とか150円とかで弁当買ってたんですよね。だけど、僕が住んでる近くのマイバスケットっていう東京のスーパーは8時以降も安くならないんですよね。たまーに安くなるんだけど、10% 引きとかなんだよね。そう、だから、やっぱ食費とかそういった固定費はすごいかかるようになったなっていうふうに思ってます。まあ、あと単純に交通費もかかるようになったしね。東京で一人暮らしするのってめっちゃお金かかるんだなっていうふうに。めちゃめちゃ、実感してます。今後として、もう携帯代を安くしようと思って、最近楽天モバイルってやつに変えたんですよね。1年間は無料だから、携帯代はかからなくなるんですよね。節約できることとしたら忘れ物をなくすことだね。だから忘れ物をなくすことによって結構数万円は毎月削減できる気がする。忘れ物が固定費に入ってんの意味わかんねえんだよな。自転車なくしたんですよね、最近。だから、自転車と、その、財布と、携帯にはちゃんと GPS をつけてます。変な出費は抑えようっていうふうに思ってます。まあ、ペットボトルとかは無駄だなとは思ってます。水筒買うってこと？水筒を買うのもめんどくさいけどね。見てねえんだ、節約。大量に買ったんだよね。あれは節約になったと思う。500ml の水を大量買ったから。その水ってさ、あれだよね。オフィスにさ、ラッパ飲みして飲みかけのやつだよね。そうだね。あれマジで汚ねえんだけど。しかもなんかテーブルに2、3本置いてあるし。確かに。あれはね、ダメだね。いや、分かってんなら。なんで2、3本貯めたんだよ。しかも微妙に1個ずつ残ってんだよね、あれ。わかるわかる。あれはダメだね。もあるし、いや、なんかそもそもオフィス全体が、オフィス兼シューズの家だから汚ねえんだよな。確かにね。無意識に人を傷つけるとか。例えば、そんなことする？なんか、上級就活物語のオープニングを僕は作ったんですけど、あれめちゃめちゃ時間かかって、After Effects っていう、まあちょっとめんどくさいの使って作って週に見せたら、なんかエモくないなって一言言われたんですよ。俺会社辞めてやろうかなと思ったんですよね。思ったこと言っちゃうからダメなんだよ、それは。でも悪気なく人の神経を逆なでするからな。まあそれが分かってれば別にこっちもイライラはしないんですけど、俺分からずに入ってきた学生インターンとか、ほんとかわいそうですよね。確かにね。だから今度からもう学生のインターンが春大学に取説を作った方がいいんじゃないかって思ってますけど。まあね。悪気ないんだけどね。そうね。知らないうちに気づけたりはしてると思う。うん。いや、自覚あるならぜひ直してほしいところではあるけど。いや、そう、気づかないのが問題なんだよね。そうね。ということで何が言いたかったかっていうと、東京の一人暮らしは意外とお金がかかるっていうことを今日の動画を通じて話したかったです。ということで、皆さんも就職とか、あとまあ大学を機に上京したりとか一人暮らしを始めたりすると思うんですけど、思っている以上にお金がかかるっていうことを今日は伝えたかったです。ということで、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあな。